ドローンウォーカー編集長の吉武と申します。今回はですね、ドローンを使った空撮テクニック、ドローニーの紹介をしていきます。はい、ドローニーとはどんな映像なのかですね、まず最初にご覧いただければなというふうに思います。はい、こんな感じの映像ですね。まるで自分がですね、映画の中主人公、映画の中最後で使われそうなダイナミックな映像ですね。自分が最初こう、自分や、いろんな人がですね、映ってる中から最終的にですね、バッと引いて風景全体が映るですね、まさにドローンならではの空撮映像のことをですね、ドローンにと呼びます。で、この撮影のポイントなんですけれども、DJI の空撮用ドローンにはですね、クイックショットでドローニーというですね、映像のモードも入ってます。それを使えば手軽にですね、ドローニーが撮影できるんですけれども、ちょっとね、ドローニーだとなかなか物足りないなって部分があるので、慣れてきたらですね、ぜひ手動で操縦してドローニーを撮影していきましょう。はい、ではですね、いくつかその時のポイントをですね、紹介していきますので、ちょっと見ていきましょうか。まず1つ目がですね、これですね。はい、オーソドックスな感じですね。上昇とドローンを後退させることを同時にやってるよっていうような感じの動きです。はい、これ最終的に海がきれいに映るよっていうところがポイントですね。はい、続いてですね、私が結構好きな次の方法で、できるだけ最初はですね、後進のみ、前進させずに、例えば海のロケーションだったら、海面スレスレというかですね、海面からちょっと数メートルぐらい、スレスレに見えるかのような高さで、ズバーッと切っていって、後進していって、途中でですね、ぐわっと上げていくような方法ですね。最初はずっと粘って粘って粘って後進して、最後にぐわっとですね、上昇させていくと、ドローンのカメラって結構 24mm だったり 28mm だったり割と広角なレンズがついているので、水面スレスレを走るとですね、水面だったり地面スレスレを走るとテイク走ると結構その迫力のある映像が撮れるので、そこを利用して撮影すると結構面白い映像が撮れます。ただですね、これ背景が結構距離がないといけない部分があるので、例えばその場所が限られている場合はそのスレスレでやってしまうと途中で障害物があったりぶつかったりする可能性があるので、墜落のリスクが少し高くなります。それよりも早めにですね、上に癒してあげた方が墜落のリスクって、障害物に接触するリスクは下がるので、そこら辺もですね、その場所とかロケーションにですね、応じて変えていただければなというふうに思います。海だと結構水面スレスレをですね、狙って撮影すると、かなり映像としては迫力がつくので、そのあたりも工夫してみせると、同じドローニーでも見え方が変わってくるよってところですね。はい、ではですね、ちょっと次に失敗例というかですね、紹介していくと、はい、失敗例はこんな感じ。上昇の方を急ぎすぎてしまって、その被写体がですね、カメラの中心から外れてしまう。場合によっては見切れてしまうっていうところですね。これやってしまうとちょっともったいないですね。あと、ここせっかく海なのに海岸が映らないっていうのも、ちょっともったいないなっていうポイントの一つですね。はい、これもそうですね。あと、ここのポイントなんですけれども、もしこうなっちゃった場合はですね、このカメラのチルトを変えてあげる。カメラはですね、上下に動かすことができるので、カメラチルトも動かしてあげて、中心にですね、人が来るようにしたりだとか工夫してあげれば、海とかも映るし、主役だった人の部分もですね、フォーカス外さずに撮影できるので、そのあたりを意識していただければいいのかなってことですね。はい、ここら辺はちょっと練習していただければですね、全然すぐにできるようになるので、これ別に仕事で使うんじゃなくて自分のための撮影だったら何度やり直してもいいので、何度も繰り返してどういうふうにこのロケーションだったら魅力的に、最初の主役はですね、スタートの構図は自分というか自分だったり、みんなで集合している部分だと思うんですけれども、そこからこの最終的なこのゴールの構図が魅力的に映るのかっていうところをですね、意識していただければいい映像が撮れるのかなっていうところですね。で、このドローニーの魅力の一つなんですけれども、やっぱりそのこれ冒頭から言ってるんですけれども、スタートとゴールにギャップをつけるというところですね。最初の主役が人、自分だったりその周りにいる人たちですね、人たちから最後引いた時は主役が風景に一気に移り変わるので、その今いるロケーションがどれだけ魅力的な場所かっていうところですね。ゴールの構図がきっちり決まっていくと、見てる人がおーおーってなるんですよね。でこのドローン自体、こういったドローンもですね、価格5万円程度から購入できるようだったので、こんなですね、安い GoPro 並みの価格の機材で、その見る人をあっと驚かせるようなですね、映像を撮影できるのはドローンならではなのかなっていうところですね。はい。というわけでですね、今回はドローンを使った撮影方法、ドローンにですね、紹介させていただきました。一応ですね、クリックショットで、ボタン一つでですね、手軽に撮影することもできるんですけれども、もっといい映像を撮りたいなと思った場合は、やっぱり 100m、200m 先までズバッと引き離して、風景全体をパッとですね、締めてあげると、めちゃめちゃかっこいい映像になりますので、ぜひそのあたりもですね、繰り返しチャレンジして撮影できるようにやっていただければ、面白いのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。